はい、皆さんおはようございます。常年 TV 生放送ですけども、今日は朝から、まあ趣向を変えてというか、まあ、昨日夜ですね、放送できなかったんで、今日は事情があって朝からお店の方に来ているわけで、小岩のジョニーエンジェルの方に来ているわけですけども、そうですね、昨日小岩の方はもう大盛況、満員御礼というわけで、もうしっちゃかめっちゃかみたいな感じで、キャロルイベントですけども、盛り上がりました。京都の方もビートルズナイトでかなり盛り上がったみたいですけども、まあね、藤川さんがブログの方で上げてくれておりましたが、満員御礼というわけで、東京も京都も盛り上がったということですね。ありがとうございますっていう感じですね。はい、そうですね、まあ、今日から月曜日ということで、今日から月曜日というか、まあ、週始めというわけで、まあ、新たな気持ちで、ね、皆さん言ってると思いますが、まあ、今日で9月も終わりということでですね、明日からまた10月というわけで、まあ、僕も誕生日が近いんですけども、10月もそうですね、京都の方もスケジュールを調整して、全部埋めまして、東京の方も、そうですね、調整して、あとはね、従業員の配置とかもこういろいろ今日考えなきゃいけなかったんですけども、あとはそうですね、かなり修繕の方もしに来たわけですけども、そういった意味では完成しないお店というわけで、まあディズニーじゃないですけど、永遠に未完成みたいなね、ウォルト・ディズニーの名言になりましたけども、まあジョニー・エンデルも、まあ人生そのものが、まあ、未完成じゃないから、まあ日々ね学んでいかなきゃいけないかなと思っておりますが、そういうわけで、いろんな修繕もしつつ、修繕改善しつつ、おりますが、今日はそんなですね、ウォルトの意思を受け継いだ大道龍太君、ドラマーの、大道龍太君率いる JC というかですね、ジャーニー&コンプレックスの出演ですね。今日小岩の方ですけども、京都の方はちょっと今日はお休みなんですが、小岩を担ってくれるのはジャーニー&コンプレックス、これもまたイケメンバンドですね。あとは大道くんと、その大道くんと、ビートダッシュのメンバーであるゆうきくんがですね、中心となったイケメンバンド。あとでまたですね、できれば開演前ぐらい、まあ、リハーサル前ぐらいにね、ジョニー TV をお届けできたらいいかなと思っておりますが、イケメンをね、どんだけイケメンか見てみたいと思うんで、ぜひね、ちょっとそういう流れに持っていきたいと思っております。はい。というわけで、今日はそんな感じでお届けしたいと思います。ジャニー&コンプレックス、ぜひ皆さん、お近くの方は、ね、ぜひ覗きに来てみてくださいね。かなり、楽しいバンドになっておりますので、和気あいあいとやっていると思います。僕もいますので、ぜひ、足を運んでみてください。そんなわけで、じゃあ、10月も頑張りましょう。今日ね、9月締めということで、お届けしました。お相手は、あっちゃんこと北篤志がお送りしました。また、そうですね、僕もアーティスト活動をそろそろやんなきゃな、そろそろっていうかね、ちょっと代表っていうか、そういうメディアを使って、なんか面白いことやっていきたいなと思っておりますので、まあその辺もちょびちょび、気にしながら、まあ期待まではしなくていいですけども、やっていきたいと思います。それではまた後でお会いしましょう。開演前とかにね、できたらやりますので、よろしくお願いします。あっちゃんでした。バイバイ。